はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回は、久々にね、カクテル作りたいと思います。XYZ というか、XYG ですね。XYG というカクテルですね。はい。名前がね、非常にユニークなんですが、これも、ね、まあ、しっかりとしたカクテル。ラムベース。ホワイトラムと、レモンジュースと、コアントロですね。はい、コアントロを使います。作り方が、ラムとコアントロとレモンジュースを2対1対1。ラムが一番多い。2対1対1だから。ね。2対1対1だから。まあちょうどね、レモンジュースがちょっと、そろそろ賞味期限がこれやばい。ちょっと飲んどかないと。ちょっとレモンジュースを飲んどかないと、やばい。あんまりレモンジュース使わないな。なんだかんだで。うん。まあ、でも、これ、ポッカレモン100は、これ、70ml しか入ってないんで。ね。あんまり使わない人は、いいですね。少なくて。コアントロか。思い出したかのようにね。ね、XYG。そういえばこれ飲んでなかったなと思って。ね。作っていきたいと思います。シェイクですね。シェイク。よいしょ。あ、カクテルグラス。グラスグラスと。うん。よいしょ。ああ、結構量あるわ。これ入りきらんねえんだけど。はい、出来上がりです。白っぽい。ですね。そんじゃ乾杯。あ、美味しい、これ。うん。このカクテルの、正確な名前の由来は不明。ただ、名前の意味には、XYZ がアルファベットの最後であることから、これ以上いいものはない究極のカクテルとか、これ以上のものは作れない究極のカクテルという意味合いが込められているという説がある。はぁ。他にも同等の理由でもう後がない。最後の。といった意味が込められているとする説もあると。うん。これ美味しいですね。うん。うん。なんかね、甘さとコアントルの甘さとレモンジュースの酸味がちょっといい感じに
相まってですね。非常に、度数は非常に高いんですが、度数これ30度近くありますね。多分ね。コアントローが、これ40度でしょ？で、ラム酒も40度だから、2対1対1だから、30度ぐらいあるね。ぴったり30度じゃないか。わかんないけど。ぴったり30度。多分ぴったり30度。かな？度数が30度なんですが、非常に飲みやすい。なんかね、微妙にね、なんだろうな。ちょっと、ヨーグルトっぽい風味もしますね。なんかこのカクテルがですね、レシピがちょっと、ラムを 40cc 入れるところもあれば、まあ俺今加えたのが、まあいわゆる、4対1対1なのか、2対1対1なのか。今作ったのは俺2対1対1なんですけど。レシピがその2つありますね。サイトによってはちょっと違いますね。ウィキペディア今見たんですが、それでは2対1対1だったんですよね。でも、どうなんですかね。まぁ、ちょっと4対1対1のやつも作ってみましょうか。やっぱね、ホワイトキュラソー、まあコアントロですね。こちらがオレンジの香りなんで、てか味なんで、オレンジリキュールですからね。オレンジとレモンのがね、結構、感じられてなかなか、それでいて甘いし、ホワイトキュラソーが入ってるから甘くて。なかなか、なかなかすごい。なかなかすごいですね、これは。なかなかすごいっていうか、割と美味しい。割とっていうか、結構美味しい。ただこれは、ね、度数高いんで。飲みすぎは。ね、よろしくね。じゃあ4対1対1のやつ作ってみましょうか。ラム酒 40cc。 ラム酒40。ラム酒40のあと10で。
まあ、コアントローはそもそも、ね、なかなか甘い。ちょっと入れすぎた。メモリがついてないからよくわかんない。うん。コアントロは、まあでも、ね、トリプルセックですかね。トリプルセックですか。割と3倍辛いホワイトキラソーですけどね。言い換えれば3倍甘くない。はい。4対1対1。ラム4、ホワイトキラソーでね、コアントローとレモンジュース1、1で。乾杯。ん？ああ。だいぶ甘さがなくなりましたね。こっちの方がうまいかもしれない。うん。うん。うん。こっちの方がだいぶラムの、ね、味が、まあ当然ですけど、かなり強い。それで甘くないですね、ほとんど。あ、こっちの方がうまい。うん。うん。こっちの方がうまいですね。結構なんつうかな。うん。ほのかな甘さ。と酸味があって。こっちの方が美味しいですね。うん。うん。さすが究極のカクテルという意味を持つかもしれないだけはあるね。これは美味しい。うん。あ、これ美味しいですね。うん。まあ、女性にはやっぱりさっきの2対1対1がいいかもしれないですけど、辛口が好きな人は、こっちの方が全然美味しい。うん。うん。結構ね、こちらベースを変えると違うカクテルになるのが多いみたいです。ジンベースだとホワイトレディ、ウォッカだとバラライカ、ブランデーだとサイドカー、テキーラだとマルガリータ。うん。多分全部飲んだことないんじゃない？多分ね。うん。最近カクテル作ってなかったですからね。うん。ホワイトレディ。マルガリータ。バラライカ。まあ、有名なのバラライカですかね。変な意味で有名なのはね。うん。バラライカはニコニコでは有名でしょ。バラライカ今ググりましたけど、ウィキペディアだと、もともとロシアの弦楽器みたいですね。バラライカね。で、カクテルが出てこう。ああ。
カクテル。で見ると、ウォッカを3分の1、ホワイトキュラソーを3分の1、レモンジュースを3分の1って1対1対1じゃねえか。ね。辛味を強くしたい場合は2対1対1。ですね。2対1対1にすると。ついでにバラライカも作ってみましょうか。ね、次動画で。うん、これは美味しいですね。XYG。うん、美味しい。うん。うん。うん。まあ、個人的には、まあでも、さっきちょっと辛口の方がいいとか言いましたけど、やっぱ2対1対1の方がうまいかもしんない。わかんない。うん。甘いの飲みたいときはちょっと、ね、2対1対1でも普通に美味しいんで。全然美味しいっすね。うん。まあ、とりあえず2対1対1の方が、まあ、いいかな。うん。甘さは結構強いんで。うん。甘さは結構強いですね。香りもま、強めでしょ。うん。これは美味しいですね。うん。ぜひ。ね。まあネタにはなるんです。名前の意味ではネタになると思いますんで。3544で。ご視聴ありがとうございました。